はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテで毎日更新でレトロゲームを遊んだりしておりますよという感じですね。今日のゲームはこちら、史上最強のクイズ王決定戦スーパーというゲームですね。はい、まあ、この史上最強のクイズ王決定戦というタイトルのゲームはいくつかあるんですけどね、それのスーパーファミコン版ということです。発売元米沢ってなってますね。まあ、それはそれとして何、あのゲームオーバー画面まあ前や中い一回起動したことがあるんだろうな。あ、そんなことがあるんだろうな。何も覚えてないけどな。はい。というわけで、カセットは、こういう、ちょっと、まあ、派手なカセットですよ、と。日本列島が書いて、描かれておりますね。はい、そんな感じでやっていきましょう。今日のワンコンテンツは、基本的には、まあ、一回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとか、紹介したり、体験したりができたらいいなと思っておりますが、どうなるこっちゃらですね。はい。秒殺で終わる可能性あるな、今回。よし、やってみましょう。ね、クイズゲームをうまいこと遊びたいなっていうのをずっと言ってて、なかなか実現しないですね。土日がうまいこと休みが重なればって思うけど、まあその土日が休みだったりするたびに忘れてるから。昔ゲームキューブの何っけマイクを、ゲームキューブのゲームに接続するマイクを使って答えるっていうゲームで、まあそのスカイプをつないでいろいろ遊んだりしたことありますね。何ですかこれ。キングオブクイズ、スペシャルクイズ、パーティークイズ、3つのボードが選べるぞ。ぽいね。じゃあキングオブクイズでいいんですかね。デモ画面とかなんかないんだね。オープニング画面とか。まあ一応最初にあったけど。じゃあ、後ろのなんかこう急、何これ、ハテナがスクロールしてるのなんか少しずつ腹が立ってくるな。よし、行きましょう。キングオブクイズ。何ですか。スタートボタンか。グループを選んでください。初めからグループ1、2、3。何言ってるか分かんないの。まあ、初めからでいいんじゃないですか。一人プレイですね。クイズ、じゃあ、はてな組んで。はてな組んでいきましょう。地区予選1。なんか変な、UI だね。関東大会から物語始まります。出すって。沖縄の描かれ方、ちょっと変な。参加人数が、143人中24人しか通れないぞ。7人に1人は落ちるぞ。的な、筆記試験20問問題だぞ。ですってスタートボタンか何どういう感じ。筆記とはいえ多分早押しだなこれ。焼酎でからしれんこんを食べるのは名物日の国の何県。どうすんのこれ。わかるけどスタート。え、いやわかるよ。どうすんの。熊本県でしょ。おい待てこらボッケー。ちょっとやり直して、LR ボタンがこのピンポンボタンだわ。ちょっと一旦やり直すわ。バーナードかな、多分。びっくりするわ。LR ボタンがピンポンボタン、珍しすぎるだろ。どのボタンを押しても反応しないと思ったら。ピロン。ここからのコントローラー触らずにいるともうこのモードに勝手に飛ばされます。スタートボタン始めから一人。このねクソほど反応が悪い。あれ反応が悪いのがもしかしてキャプチャーボードのせいか。あれエリアが変わってます。そこランダムなの。さあさっきは143人だったっけ。あちょっとああ12人しか通れなくなってる。そこランダム性あんだ。さて1問。
ターザン、猿はチーターですか？ターちゃんが連れてる猿の名前は分かんねえ。専門外だな。はい。ソドム。え？メリーポピンズが豆腐によってバンクスの手に持ってるものに、全然わかんない。全然わかんない。傘？これって正解か、ま、間違いかわかんないんだよね、これ。296メートルの日本のランドマークタワー。この時代だとあそこじゃない？サンシャインじゃない？え？え？じゃあ、横浜？いや、神戸かな？デジタルパチンコで、大当たりになった時の状態の呼び名は何ていう？何言ってんの、お前。何言ってんの、貴様。フィーバーですか？ A ボタンか。色でやるの結構だな。日本版スペースシャトル計画の名前は、いや、わかんない。なんだ？見ればわかるかな。はい。うわ。ホワイト計画、ドリーム計画、ホープ計画。いや、わかんな。ドリームで行きましょう。ん？押した。今押された？中南米、布の真ん中に頭の入る、ま、穴を開けて身につけるようなマントのような衣装。いや、知らな。中南米。わかるかな。あ、ポンチョのこと？ポンチョのことか？回答できてんのかな。ひよどり越えの戦いで知られる武将、ジンギスカンになったという伝説がある人。ああ、源義経かな。え？義経だよね。あ、わかんないな。ちょっと、わかんなくなってきた。まあいいや。シェリッシュなどの、食事を、食前酒のこと。フランス語で、フランス語で食前酒を何と言う？うわー、うわー、アントルメ。ちゃんとしたクイズだな。ラルフ・ローレンのブランドの名前にもなっているスポーツの名前は、馬に乗ってるやつ？ポロ？みたいな。あー、あってる、ね。ポロでいいんだよね、あれね。多分。いいのかな？いいのかな。改めて言われるとちょっと怖いな。豆腐を作るときに、切らず、うの花たのと、おからのこと？もしかして。おからでいいよね。うの花だし。和服、丸、袋、角、名古屋など種類があるものは何？何って書かねえな。和服の清掃に欠かせないものといえばか。帯じゃない？この感じ。ティータイムに欠かせないジャム、バターをつけて食べる小さな丸いパン。え？イギリスの小さい丸いパン。うわ。あ、スコーンのことかな？多分。多分。ベルト、ホームズ、共通する助手の名前。まあ、まあまあ、ワトソンなの？じゃあ。ワトソン。ワトソン。ボーカル、トシ。ドラムは、ヨシキといえば、どのバンドのメンバー？うわー、これ、林クイズだと、間違うパターン。なるほどね。そういう感じね。早押しクイズ殺しですね。日本語で言ったとき、西洋スゴロクといえば何？モノポリーのこと？でも、すごい。ああ、わかんな。わかんな。うのではない。ああ、間違えた。今、Y を押そうと思ったの。小倉高校の投手がやって以来名物だったら何の持ち帰り？あ、そうなの？昭和、あ、そうなんだ。土。へえ。それが始まりなんだ。昭和24年ってすげえな。戦後数年。防具といえばその名の意味は何？え？投球がうまくいかなかった時じゃん。えい。うわぁ、流行ですか？防具、防具。いや、わかんない。じゃあ流行で。明日かな。天神様、菅原道真、元厳様。なんで読むのこれ、元厳様。まさかの、いや、わかんな。
歴史系、だいぶきついな。カイロの紫のバラ、何言ってる、映画監督、何言ってるか分かんない何言ってるか分かんない。スピルバーグじゃないでしょ、なんてらあれん。本州最北端の岬、最北端、青森の岬なんだっけな、見ればわかるかな。大間、ててれててててててて、どう15問21予選通過です。やったぞ。え、予選通過、あれ予選通過したらしい、やったぞ。15問20問中15問、まあまあ優秀なんじゃない私にしては。あれ21って通過していいんだっけ、あれ12人しか通過できないって言わなかったっけ。まあいいや、通過したならいいや。やったぜやったぜ。ホッツ、まあグループ1で地区予選2。レトロフリークのコントローラーに色つけとこうかな。通過人数2人ってどういうことなんだろうな4人勝ち抜け、よくわかんないなこれ12人だって20何人だったんでしょ、なんで抜けられたんだろうなよくわかんねえな。早押しか。はい、 JR の北陸本線は、直江津、合ってたらしい。全然聞いたことなかったけど、野菜の種類でネギ、ニラ、ニンニク、あーいけそう。うわ、何だったんだろう。鮭の燻製、キャビアなどが出されるロシア料理、サモアル、違うらしい。何だったんだろう。お手つき段階でもいいのかな。プッシュ本電話で普通ゼロの右隣、シャープかな、シャープシャープシャープ、イエーイ。名産のお菓子で、ウイローは愛知県では、笹団子、笹団子、新潟か、イエー。前座二つ目、真打ちなど落語、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 イエーイエーイエーイ、いいね、独創よ。目尻にあるシワのことを俗に、なんていうの、なんていうの、選択肢見せて映画監督、ウデイ・アレンの作品のほとんどが舞台としてアメリカの、うわー、これさ、お手つき1561年、哲学者、知は力のこと、いやいや知らないさらに違うらしい。ハムかな、あ、赤くなった、お手つきかな。ダンデ神曲に対して一曲といわれる牧歌唱の章、あれ何、誰も押さないの、押せた。デカメロン伝説、あってたらしい。ててててれて、予選通過したらしい、やったぞまあ対戦相手がダメプしたっぽいけどね。でもなんか選択肢だけ教えてほしいね、なんか勉強のためにね。記録します、グループ選ぶ、どういうこと、まあグループ1行ったから、じゃあグループ2行けばいいの、流れが分かんない。本戦らしいですよ。3択全問全員回答、上位6人が決勝進出します。早押しではないということ、多分3択。あ、なんか本戦らしいですよ。このゲームは対戦が盛り上がるように作られてるかもしれないですね、もしかすると。選択の単位はキログラムですが、冷蔵庫、リッター、リッター、リットル。ってこと？ってこと？どう答えればいいの？チャーリー・ブラウンやスヌーピーが登場する漫画、ピーナッツを描いたアメリカの漫画家は誰？
あ、シェルツなんだ。違う、分かんなかった。あの、なんか、寿司ネタ人気の坂で、黒島、タイ？まあ、どう答えればいいの、これ。どう答えればいいの、これ。ディズニーランドの空飛ぶダンボの真ん中でダンボに空を飛ぶことを教えた人物、動物は何？何言ってんの？まあでもこの中じゃネズミじゃない？この中で言えば。これどう見ればいいのこれ。つっぱりくんが大好きなヘアスタイル、リーゼント通りがある都市はどこ？ああ、そういうこと。ロンドンじゃない？わい。サッカーやバスケットでは素晴らしいテクニックなどにバレーボールドリブル。はい。どう答えればいいのこれ。以上、そのボタン連打しますけど。アーノルド・シャール・ツァネーガーの奥さん、いや、知らな、おじさん、え、何言ってんの大統領、何言ってんのまだ。わかんない、わかんない。ケネディなんだ。じゃあ、間違えた。今、レーガンをしてしまった。ミスター K のニックネームで知られる野球投手 K とはどんな意味？ストライク？ストライクとかあれか、三振だから X。 北アメリカで最も高い山マッキンリーさんがある州。うわー、まあ、この中じゃコロラドかな。アラスカなの？アラスカなの？ロッキー山脈じゃないんだ。仲裁という言葉の元となったものと、中国で行われた役人を登用するための試験といえば、知らな。試験？かけよなんだ。まあ、Y を押しました。緑を押しました。ウイスキーといえば何？ウイスキーはこの中でバーボンだけなんじゃないの？さあ、どうなりました？あ、まだ？風と共に去りぬの背景になっている戦争は何？うわぁ。独立戦争じゃない？多分。南北戦争か独立戦争、どっちかわかんない。あ、南北戦争なんだ。歴史系弱いなぁ。どう？ What？ 誰か抜けたらしい。雪だるまに、雪うさぎの目には木の実といえば何って書かんねえな。何点 ?X。赤いから何点。うん。古代ギリシャのヘラクレイトスの名言、ファンタレイ。何？ルテンする。万物。A。ルテンラン。押せてんのかなぁ。あ、What？ 残り一人。看板に大飯店と書かれてある建造物といえば。映画館？ホテルなんだ。これ抜けてないってこと？私。ゲームオーバーらしい。これさ、多分5問ぐらい回答できたと思うんだけど、なんか回答の方法ができてなかったのかな？早押し？どういうこと？お疲れ様でした。ちょっとこのゲームのそのなんか、はい、ジャンルというか出題形式によってボタンの押し方とか答え方が違うかなっていう感じでしたね。まあ、でもクイズ問題ちょっとやってて楽しいので、またちょいちょいやりたいとは思うもののですね。はい、というわけで今日は以上です。お疲れ様でした。さよなら。明日のクイズ王はあなたたちかもしれない。ちょっとスペシャルクイズの方見てみる。あ、これ自分で選べるやつか。いらん。よし、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。さよなら。お疲れ様でした。